じゃあ、何でもいいですよ。私はですね、まあ、ずっとこう、なんてぐうたら保健公務員で何十年もやってきたんですけれども、で、ある時、私の怒りは、まあ、創価学会っていうか、この、末法直悪のこの、立正安国論のこの、汚れた今の世の中。で、それの縮尺図が創価学会みたいなもんなのかなと感じていて、で、その、この世界の悪っていうのに激しい怒りを感じ始めたのが、このリーマンショック後に、なんか世の中がおかしいっていうのを感じ始めて、でも、まあ、自分なりに調べて、まあ、調べたって嘘ばっかりだし、何が本当か何が嘘だかわけわかんないし、でそういうそんなこんなでもなんかもう絶望の下地、日々を送って いる中で、母が今度こうもう高齢ですから大病したりして、で、あ、私はちょうど離婚歴があって子供もいなくて、父ももう何年も前に亡くなってるので、母が亡くなったら、あ、私は一人になるんだっていう、その恐怖にもう苛まれて、もう怖くて怖くて、もういつもの泣きながらなんか生活してたっていう人生が続いてたんですけども、もうやっぱりこれはもうご本尊様しかいないって本当に心の底から思って、でも生活もぐうたら保健公務員が生活を切り替えるのもやっぱり大変だったんですよ。もう朝晩のご不要をちゃんとして、で寺院行事は全て出席する、でもうとにかく仕事をしてるので、そうそう登山もできないんですけど、うん、もう支部総登山は絶対に参加するっていう生活を始めたのがもう5年前ぐらいなんですけども、で何年もそういう生活をしてきたんですけども、 なかなかこうやっぱり この恐怖心っていうのは消えなくて、でもある時ふっと気がついたら、去年1年前に母が亡くなったんですけども、母の死をコロッと乗り越えてる自分がいることに気がついて、で全然こうめげない、でこう立ち向かっていける、こうもう世の中しょうがないじゃないか、もう末法直悪の世界にどうこう心を清らかにして生きていくか、でご本尊様にもとにかくお願いすれば絶対生きていけるっていう確信が生まれて、それでもうここ何年かはそういう生活になりました。でも私に足りないのは桁業で尺伏ですね。でそれをぜひ学ばせていただきたいなと思って、とにかく豊田さんのサイトを熱心に見させていただいて、でそうのこうのしてるうちに、この間参加させていただいてから、初ピンポン一人ピンポン尺伏ができたんですよ。人も大したもんだよね。一人でなかなかできないですよ。さすがに。ネットのポスターが貼ってあるところを初めてです。それもね、スルッとできたんです。今まで構えちゃって、言えないって、ましてやピンポンなんて絶対一人じゃできないって思い込んでたんですけども、この間参加させていただいたから、本当自然な形にスルッと、ちょっと行ってみようって、喋れなくてもいいじゃないかって。で、開口一番なんて言われたんですか。創価学会の方ですかって聞いたら、ポスターが貼ってるから、はい、で一人はお母さんいないって言われて、お子さんがいたので、じゃあちょっとこの新聞読んでくださいってお母さんに言っといてねって置いてきただけで、もう一件は頼まれていやいやポスターを貼って出た家だったんですけども、でその方には奥さんだったんですけども、創価学会の方ですかって聞いたら、いや違う、無理やり貼らされてるんですけどって言われて、で私は日蓮召集の者なんですけども、今ちょっと布教活動していて、創価学会はちょっと間違ったことやってるっていうことをお伝えしてるんですよみたいな、で、まあ、世間話で終わったんですけども、で、一件はちょっとお留守だったので、でも聞いてね、聞いてくれるだけ、そうですね、で、一人とはお話できたので、もう婦人部は今聞いてくれないですから、なかなか、なかなか聞いてくれないですよ。そうですか、そう、もう本当にね、もう聞いてくれる人っていうのは本当にもう
まあ、本当に尊いことですよね。まあ、結局私たちはね、ここはこういう状況ですよっていうのは見ていただくだけなので、はいはい、いわゆる何かね、アドバイスめいたことはなかなかちょっと言えない立場ですから、まあ、もしよければまた足運んでいただければ、はい、そこで何かを掴んでいただければいいってことですよね。皆さんのね、すごい熱心な活動を見てても、なんかいろいろいただきますし、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。